絡みたいなと思っている里米アット統計のお姉さん、体調も好きですよね。面白いですよ。ああ面白いですよね、はい、でその人がちょうど、はい、あのホリエモンさんの言動について挙げてたんですね、はい、要はホリエモンさんが日本は識字率 100% なのに、はい、まあ、これ里前さんの言葉かもしれないんですけど、はい、識字率が 100% なのに文字が読めない、はい、よくホリエモンさんも言うのは書いてある文章を、あるがまま読まずに勝手に書き換えて独自の解釈展開してしまう人っているよねって、はい、ホリエモンさんがブチ切れてるんですね、はい、そんなこと言ってねえだろうみたいな話です。そうでも僕はそれが分かると、はい、分かるのはホリエモンさんじゃなくて、はい、その独自の書いてないことを、はい、ノンバーバル、はいはいはい、文字から読み取るノンバーバル、はい、で今日持ってきたのはこちら論理の力の、はい、もう冒頭でですね、はい、まあ、この論理の力野谷茂樹さん監修、のものなんですけども、論理力というのは一言で言えば言葉と言葉の関係を捉える力ですと、はい、いや僕や要はやりがちなのはなんかこの辺の言葉とこの辺の言葉は、はい、一緒じゃん言ってること、はい、なんとなく一緒なら、はい、一緒、うん、ってやりがちなんですね、はいはい、であと私がやりがちなのは、うん、僕の考え、はい、あなたの考え、うん、みんなそれぞれでいいですよね、はい、っていうやつ、はい、なんかちょっと綺麗っぽい感じはするが、はいはいはい、うん、まず言葉が違うっていうことは意味が違うんだよっていうお話が書いてあったのと、はい、どっちもいいっていうのは、はい、それは良くないと、はい、論理的に話して、はい、問題は解決するべきだと、はいはいはい、問題というか積み重ねて、うん、それを比べて、はい、人と人との対立ではなく、はい、意見の、はい、意見を比べる、はいはいはい、人と人とじゃないと、うん、どっちがいいのも分かってると、どっちもいいっていうと、うん、相手の意見を無視してるように聞こえますからねって捉える人もいるってことですね、はいはい、どっちでもいいじゃんって言われるともうお前の意見もどっちでもいいどうでもいいあどうでもいいに、あなるほど、結局自分の意見を曲げたくないからもうどっちでもいいじゃん。そうですね、はい、聞いてないですもんね。聞いてない感じじゃないですか。いいと思ってないでしょって話ですね。そうで取られるだろうなっていう。まさしくです、はい、で正解がないと、正解がないのは分かっているが、はいはいはい、妥当性、はい、よりどちらが妥当かっていうのを決めるのが、はい、その論理というか論理展開の目的だよみたいなことが書いてあって、はいはい、そうだねと思い、で今日もまたここで読むとその論理力というのは一言で言えば言葉と言葉の関係を捉える力ですと、はい、ああ確かに捉えないと勝手に空気とか読んで、はい、背景とかを勝手に見て、はい、フリエモンさんが激怒してらっしゃいますが、はい、言った言葉を見ずに、はい、自分が思ったことを言うみたいな、はいはい、で僕もそれをやりがちなので、うん、僕は基本あのツイッターは黙る場所だと思ってるので、はい、黙るんですけど、はい、まあなんか僕も今日朝ぶつけられましたが、はい、この人はセクハラパワハラしそうだみたいな、はいはい、やっぱ黙ることはできないんですね、なんか人は、うんうん、でだとすると、まあ、私みたいに論理が弱めだよって初めから自分で分かってる人は、はい、ちょっとずつ論理力を高めませんかっていう動画ができればなと思ってます、はい、で前そのテスト的にやったところ、はい、あの面白いっておっしゃってくれた方もいるので、はい、でこちらの三段論法からやりましょうと思ってます、はい、論理の力初めの方を紹介させていただくと、論理力っていうのは言葉と言葉の関係を捉える力だよと、はい、言葉と言葉の関係が捉えられないと言うことも書くことも断片的なものとなってつながりもなくなりバラバラになりますねと、人の話を聞いたり読んだりするときも今の話がさっきとどう関係しているのか、うん、まあ
よく僕は話が飛ぶなんて言われます、はい、うん、僕の中ではつながってるんですけど、はい、そんな知ら君の頭の中知らないよって話ですよね。はい、確かに。なのでさっきの話とどう関係してるのっていうのが、はい、聞いてる人が分からないってことになるよと、うん、さらにこの相手の話と無関係なことを言い出すと話題が進まないし、そうなると何て言うんだろう、人としてどうなのなんて味方されちゃうよと、はい、信頼されない。でまあ普通の大人なら論理力がゼロっていうことはないでしょうが、一貫性のない話し方、前の動画でも紹介しましたが、はい、この論理力がない人っていうのは、はい、どうやら一貫性がないらしいですね、話に、うん、身に覚えがあります、はい、あと途中で意見を変えちゃうみたいな、はい、それも要は分かりやすく分かりにくくするみたいです、うん、人を、うん、なのでまあ論理力を鍛えましょうねなんて本なんですけども、この三段論法、隊長どこがおかしいか分かります？一番最後がおかしいです。私は早起きである、はい、私は営業マンである、はい、だから営業マンは早起きである、はい、これ何がおかしいんですかね。一番最後が関係ないですよねって話ですよね。そうで、これも、はい、いやさすがの私も、はい、F に自信がある、はい、私もこれは最後が、はい、いや営業マン、はい、お早期の営業マンもいるよねと、はい、って思うのが分かるんですけども、はい、この三段論法の見本というか基本というのはこちらなんですね。三段論法というのは全体に当てはまることは一部にも当てはまるっていうのが基本の形なので、こちらのように鳥は卵を産む、はい、ダチョウは鳥だ、はい、だからダチョウは卵を産む、はい、っていう形だと、はい、何もおかしくないよと、はい、ただこれがダチョウは空を飛ばない、はい、ダチョウは鳥だ、はい、だから鳥は空を飛ばない、はい、っていうのだと、はい、おかしいよねと、はい、これは何がおかしいかっていうと一部しか当てはまらないことから全体がそうだ、はい、うん、っていうと結論がおかしくなっちゃいますよなんて、はい、説明がされていて、その基本形を知らなかったので、はい、多分これ中学生ぐらいが読む本なのかな、うん、はあって、はい、確かにってこういうことなのねっていうのが分かると、3番目のやついいですか。よくある私はあなたが嫌い、はい、私は女子、はい、だから女子全員あんたのことが嫌い、はい、みたいなやつも、はい、なんかね中学校の時に、はい、そんなようなのを食らった覚えがあるんですね、はい、みんな言ってるよみたいな、はい、今ののこと嫌いだってって、はい、って言われたことがあるんですけど、はい、多分中3の時に、はい、クラスの中で、はい、クラスの男子で誰がかっこいいかみたいな、はいはい、女子がやってたんですよ、はいはい、ヤンキーの女子が、はい、時代ですね、はい、その時に2票僕に入ったんですね、はい、いるんですよ、はい、全員なわけないし、はいはいはい、で嫌われていた中二の時、はい、あ嫌われていたと思っている中二の時、はい、みんな言ってるよって、はい、言ってたのが3人グループなんですけど、はい、嫌いなのは多分その3人だけで、はい、多分違うんですよね。まあそれはそうですよね。でもその時の僕はそう思ってたんですよ、はい、ああ怖えと、はい、クラスに行くと女子がいると、はい、みたいなこういうのってありがちなのかなと思ったんですね、はい、要はなんか落ち込むって我々のチャンネルによく来るじゃないですか、はいはいはい、なんか生きづらいみたいな、こうやって言われて生きづらい、はい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 、何かを言われて生きづらいっていうのがとてもたくさん来るいただくじゃないですか、はいはい、それ論理展開ができてないんじゃないって思ったんですよ。まあそれはあるんじゃないですか、この三段論法のやつを読んだ時に、はい、あーって、うん、間違ってるって。それは全体の話なのか一部の話なのか、そう、はい、で勝手に結論を自分で、はい、あの人がこう言った、はい、だから、はい、結論死にたいってなってないかなと思ったんです、はいはい、なぜなら僕もそれを食らったことがあるから、はい、っていうのを考えていくと、この理論展開を学んでいく動画っていうのは、はい、
需要があるのではと思い取ってみました、はいはい。まあ、根拠はないですからね、あんまり生きづらいとかって言ってる人これ僕多分嫌なやつって言われるパターンかもしれないけど、で、はい、根拠ないですよで、どちらかというと、はい、僕の方が共感力というか、はい、シンパシー能力は、はい、体調よりも高いんですね、はい、体調その辺はアグリーでいいですか、はい、ですよね。あ、僕はまあ推測はしますけどね、はい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 、あ、僕も気持ちがわからないとは言ってません、はい、共感力と言ってます、はい、あ、なんか心配とかそういうのはないですよね、はい、僕の方が共感力は高く、はい、ハートフルなんですよ、はい、でも理解してもらえて涙が出ましたっていうコメントをもらうのはこっちなんですよ、はいはい、これは論理力なんですよね、おそらく。まあ、辛かった、この人はこういう風だから辛いって言ってるんですよねって話をしてるだけだと思うんですよね、僕。あ、そっか、こういうことが辛いんですねって言って、なるほど、体調は、はい、こうやって言ってるんだから辛いんですねっていうのを理解したよってやるじゃないですか、はい、おそらく僕はこんな気持ちに、僕はこんな気持ちだから全く分かんないやとかってやりがちですね、うん、多分こう二等兵がやってるのは本当に共感なので、自分がどう思ったかみたいなところが確かに共感できないと、それはどうかなみたいなはい、はい、そんなことこうやってやればいいですやんって、はい、っていう、多分こうそこですよ。僕はその相手の共感をはしてないけど、相手が何を言ってるかっていうのを繰り返してるみたいな。で、僕は気持ちを持ち出し、はい、比べて共感できるか共感できないか、はい、共感できない、はい、あ、確かにね、自分がそうやって自分も辛くなりそうな状況だと多分本当に共感するんですよ。あ、それ辛そうですねみたいな確かに、はい、なのでなんかこの論理を学ぶっていうのは、論理とは言葉を正しく言いましょうね、はい、論理とは言葉と言葉の関係を捉える力だと、はい、それを高めるとよりなんかこのなんか共感力も高まるのではと、はい、ってことはね、はい、これやめよう。いや、なんかT 型は共感力なんて持ちえないんだから、はい、F の勝利ですよって今言おうとしたんですけど、はい、こうやってやるから多分僕は鬱陶しいとかセクハラだとかパワハラだとか言われるんですよね、はいはい、対立構想にもう二項対立にして、はい、こっちが勝った負けたって、はい、申し訳ございません、はい、動画での人格だと思ってください、はいはい、